はい、皆様こんにちは。マイケルの鉄オタ部屋へようこそ。マイケルの時刻表チャンネルです。今回紹介する駅はこちら、電車駅ですね。はい、阪神本線住吉駅です。はい、ですね、この住吉駅は、思い出した、とあるとこの、学校かな、とある学校だと思うんですが、この住吉駅界隈に、校舎が、住吉になんか校舎があるっていうので、ちょっとね、噂でね、ちょっと聞きました。はい、住吉のね、住吉駅界隈にあるっていうことで、はぁーって、すげえと思った。はい、ではね、種別で見ていきましょう。まあ、おそらくね、区間特急と各駅だけですね。あれ？あれ？区間特急と、区間特急ありません。各駅だけです。じゃあ、区間特急は、住吉通過って感じですかね。うわぁ。うん、見ていきましょう。始発4時43分、終電24時11分です。神戸方面、5時2分始発の24時57分。うわぁ、25時ギリギリ。石屋川駅どうだろう、終電。何時ぐらいかな。てか、次回紹介する阪神御影駅の、終電の時間何分ぐらいだろう、神戸方面。相当行ってそう、なんか。確かに六甲ライナー通ってたかな、覚えてないですね。はい、今回は阪神本線住吉駅をご紹介しました。次回は、阪神御影駅をご紹介しますですね。友達からねもらった時刻表のねやつ、ついね御影の次が石屋川、ついね最後に、なってきました。はい、新材経由から高速長田駅までもご紹介しておりますので、ご覧ください。それが終わりましたら、石屋川駅まで紹介が終わりましたら、山陽本線の、時刻表、月見山駅から須磨浦公園駅までと滝の茶屋駅でご紹介したいと思います。はい、この動画でも高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。